ペインクリニック。ペインクリニックは、主として、頭痛を主訴とする疾患の診療部門であり、神経ブロックによる治療を中心に行う。基本的には麻酔科医が行う。日本にペインクリニックが誕生したのは、1962年8月1日に、東京大学の麻酔科学教室に、ペインクリニック外来が設立されたのが最初である。現在は普及し、 開業の委員も各地に存在する。また、日本ペインクリニック学会と称される学会組織も存在する。一方で、日本最初のペインクリニックは、奈良県立医科大学整形外科学教室初代教授、恩智博氏が、米国ユタ大学で麻酔を学んだ後、1961年、同大学附属病院で、週一度外来に開設したものだとする文献もある。また、 1961年当時東京大学麻酔科講師だった若林文吉が奈良県立以外のペインクリニックを見学し、翌1962年東京大学にて設立したとされている。ただし、ペインクリニック科という標榜科は存在しない。というのは、標榜科の規則として内科、または外科の診療方法の名称属性としての標榜しか、 認められていないため、内科、ペインクリニックなどの形が求められ、ペインクリニック下での単独標榜はできないからである。このような事情のため、麻酔科外来が、ペインクリニックを意味していることもは、すべての痛みが、ペインクリニックの対象となる。その中には、心外受容性頭痛、本来の痛みの機能に由来する痛みや、神経障害性頭痛、病的な痛み、 心因性頭痛、心情と密接に関係する痛みなど、多種多様なものが含まれる。体の部位で考えると、頭部、顔面痛、頸型肩熱、胸肺部痛、腹痛、腰下子痛、骨盤内、陰部痛など体のあらゆる箇所痛みが対象となる。疾患の種類としては、肩頭痛をはじめとする、頭痛全般、三叉神経痛、筋骨格系頭痛、 筋筋膜性疼痛症候群、椎間板ヘルニア、変形性脊椎症、脊柱間狭窄症、腰椎術後疼痛、肩関節周囲炎、胸郭出口症候群など、体状方針、体状方針後神経痛、眼性疼痛、閉塞性動脈硬化症やバージャー病、抗原病などによる、難治性潰瘍、術後痛、複合性局所疼痛症候群、減失、 引き抜き損傷後頭痛などがある。基本的には、保存療法、つまり手術を伴わない治療が図られ、早期社会復帰や QOL の改善を目指す。神経ブロック以外には、高周波熱尿庫法、RF、パルス高周波法、PRF、脊髄刺激療法、SCS、脊柱管内治療、椎間板内治療、椎体内治療、理学療法、 薬物療法、心理療法なども扱う。理学療法、薬物療法、心理療法については、内科といった他でも可能だが、神経ブロックといった介入的なインターベンショナル痛み治療は、ペインクリニックや麻酔科外来が中心となって実施される。ペインクリニックにおいて、主に利用される治療として、神経ブロック療法がある。これは、痛みや、 神経機能の更新や低下といった異常が起こっている患部に直接針を挿入し薬剤を注入する治療法である。神経には痛みなどを感じる知覚神経、体を動かすための運動神経、医師にかかわらず体を維持する交換神経の3種類があり、神経に直接働きかけることで痛みの除去、筋肉の緊張や凝り、痙攣の改善、 交換神経の調整による血流改善という三つの効果が得られ、それらの組み合わせで様々な病気を治療するものとされている。また、痛みが慢性化すると心にも影響するため心理的アプローチや予防的生活指導も行われる。硬膜外麻酔と同様の方法で行う方法。硬膜は脊髄を取り囲んでいる一番外側の膜で、硬膜と黄色靭帯との隙間のことを 硬膜外空といい、ここに極所麻酔薬などを注入する。正常神経節は首に左右一体存在する長さ、3cm の交換神経の合流点、神経節。正常神経節ブロックとは、この部位に極所麻酔薬を注入することで、交換神経の機能を一時的に抑え込んで、血管を拡張して血液の流れを改善する治療法。 交換神経の遮断により、顔面、頭部、上肢、上胸部の血管が拡張し、血液の循環が良くなる。交換神経を遮断することで、痛みの悪循環と呼ばれる痛みの慢性化を作り出す、気候を抑え込むことができる。適応範囲は広く、頭部から、胸部の痛みや、痺れ、麻痺、血流障害などをきたす疾患が対象で、主な適応疾患は、手術の頭痛、 体上方針痛、体上方針後神経痛、複合性局所頭痛症候群、厳守痛、顔面神経麻痺、突発性難聴、アレルギー性微炎、網膜色素変性症、網膜中心動、静脈閉塞症、頸椎、椎間板ヘルニアなど。トリガーポイント、疼痛誘発点とは、最もコリの強いところ、最も痛みが強いところ、 圧迫により痛みが広がるところ、多くのトリガーポイントは直接的な外傷や慢性の筋肉疲労などによって発し、筋肉、または筋膜が緊張している部位に存在する。一方で内臓の異常によっても肩や腰の周辺にトリガーポイントが作り出される。例えば肝臓、胆脳疾患だと右肩から背中に、心臓、膵臓では左肩から背中に、 尿路血石症では、動足の腰にという具合。これらは、内臓体壁反射と呼ばれ、内臓からの関連痛によって、トリガーポイントが形成される。トリガーポイント注射では、局所麻酔薬と、副腎皮質ステロイド薬を混和した薬液を、トリガーポイント内へ注入する。これにより、痛みの悪循環を遮断して、血流を改善し、筋肉の緊張を和らげ、 体内に存在する痛みを作り出す物質を洗い流す。どんな痛みでも慢性痛が形成される前に、処置を行うことが肝要。主な適応疾患は、肩こり、緊張型頭痛、筋、筋,筋膜性疼痛症候群、繊維筋痛症、頚椎椎看板、ヘルニア、脊柱管狭窄症など。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。